あ、銀行の ATM もありますね。割烹屋さんとか、これは JA があるね。はいはいはい。よいしょ。またどこかな。押すタイプ。あ、押すタイプだ。よいしょ。あ、あら。LED に変わってますよ。綺麗じゃないですか。いや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 、これは幸先明るいじゃないですか。信号はレトロな感じですけど。さあ、青信号が渡って。JA さんの ATM もあるし、いや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 。ここ JA、あ、ここは JA のショップがあるんだ。あとで飲み物買ってこう。農協さんなんですね。あ、ちなみにさっきね、マジレスで話しとったね、なんか京都の鴨駅なんかやね、のお得なね、料金の話なんていうのはね、ここからすっかり忘れてくださいね。あくまでもね、これは私は、ね、三重県の最東端の駅の鴨駅をね、目指してるかもしれないですからね。京都に行くかもしれないですけど、それはね、多分ね、そっちの方が近いというね、ショートカットのはずですから、ね、気のせいですからね、大丈夫です。そうそうそう、ね、ここから、ね、電車で4駅でね、鴨駅に行けるんですから、嘘は言ってない、ここは嘘は言ってないですよ、うんね、いや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 、駅着くまではずーっと小芝居やりますからね、はい、あとで飛ばし先ね、何分先まで飛ばしたら茶番終わります。というか、この動画は、このまま茶番のまま終わるだろうな。茶番やったまま次の列車に乗って、多分、で、次の列車降りたところから、まだちょっと茶番やって、っていう流れになると思いますので、ここからはね、どうでもいい茶番を聞きながら、でも綺麗な街並みじゃないですか。めっちゃ綺麗ね。これは、民家じゃないよな、さすがに。あ、そうですね。お寺さんなのかな、五条の心って書いてある。そうですね。うん。ね、はいというスラムの心、すみませんという、反省の心、おかげさまでという謙虚な心、させていただきますという奉仕の心、ありがとうという感謝の心、いや、素晴らしい言葉じゃないですか。ね、はい。どうなんでしょう。私もね、鉄道オタクってわけじゃないから、詳しくないからあれなんですけど、あれなのかな、あそこの駅では特急券とかは買えないのかな、遠距離切符も買えるのかな、なんか機械見た感じ、多分ね、緑の丸口とかでなんか発行してもらう機械と同じような感じでしたけどね、下のことは言わんようにしておきます。なんかいいですね、この切符いいな。ちなみにこれ、西日本で買うと西ってマークなんですよね。さっき東海で買ったら海っていう文字が入りましたよね。ってことは、東日本で買ったら東って文字が入るのかな。うん。まあきっと多分、鉄道関係の方では当たり前の話かもしれませんけど、へえっていう思うもんなんです。いいと。さすが、伊賀ですね。場所を待って、とにかく忍者。とにかく忍者と、松尾芭蕉をすって言ったら、これがね、伊賀の特徴ですからね。忍者だけをするとね、効果なのか以下なのかね、時々分からなくなってしまうというね、問題を抱えてますのでね、その問題を解決すべく、うん、こっちはね、伊賀の方は場所を回るぞってね、押しますからね。わあ、すごい。でも昔ながらの建物多いですよね。やっぱ明治時代からね、これすごいな、何上野市、銀座通り。上野市っていうのはこれ今の伊賀市のことですね。10ヶ月プラン、マルコン百貨店、何これ。営業時間朝の9時から夜の8時まで。定休日は4日、8日、18日、28日。へえ。定休日の設定しかと思うんですが、営業商品、用品雑貨、カバン、男女靴、ベビー乗り物、電化製品、家具、寝具、指輪、カメラ、時計、着物、婦人スーツ、背広上下ってな、面白い看板ありますね。これはなんだろう、なんかちょっともう読めなくなっちゃってますけど、相当古い看板もありますね。それにやっぱし山田ありえたじゃないですか。さすがね、どこに立って山田はあります。各センターなんね、いろいろありますね。せっかくだからちょっと今日婚礼記念撮影ね、山田さんに任せたら間違いないですよ。撮影ならね、ほら、こうやって撮ってますからね、山田さん。各種材料、DPE って何?DPE って何だろう。へぇ。津市の岡林仏壇でもこんなところに出してるんですね。シロアリ、雨宮聞いたことあるな。へえ。しかしあれですね、朝一からスタートしたのにもう11時半ですからね。いや、時間かかるな、これ。わ、あと、床屋さんがくるくる回ってる。あそこで飯食いりゃいいんですけどね、鴨でね。4駅だからすぐのはずですからね。うん。鴨は何かしらあるでしょ。でもせっかくだったら、うん、あ、そこだ。郵便局ある。何の放送だったんでしょう。何のお時間なの。何のお知らせ。半か。11時半のお知らせか。これ30分ごとになるの。これちょっとお昼寝するになかなか大変ですね。それともお昼前だからなのかな。こういったタイミングで鳴らすってね。あともうすぐお昼ですよみたいなことなのかな。お、島ヶ原郵便局。あ、ATM 焼いてんじゃん。あ、すごい。ここの ATM、日曜日もやってますね。あ、土曜日17時までやってる。全然今日余裕じゃないですか。へぇー。大工こういうところ、ちょっと、地方に来るとね、おろしないところ多いですからね。へぇ。集配は、伊賀上野がやってるでしょ。さすがにここは、集配はやってないでしょ。ね、上野郵便局ですね。うん。そうそう、伊賀市になりましたけど、いまだに郵便局の名前ね、上野郵便局なんでね、面白いですよね。上野郵便局っていうと、東京って感じになりますけどね。まあ、昔からこっちも上野ね、伊賀上野って言ってね。結構、関西本線も早いうちからね、できてましたから、なんか、上野から上野までの切符なんていうのね、買い方もなんか、できてみたいな話がね、今でもできるのかな。伊賀上野が多分、有人駅ですからね。今どの辺りを歩いとるんやろな。あ、こんにちは。酒屋さんやった感じか。へえ。宮古正宗。へえ。あ、鉄橋がある。ちなみに結構アップダウンがありますね。まあ、この前来た時にちょっとあります。あ、これか。鉄橋渡ったらあれか。やぶっちゃの湯？いや、もうちょっとあるよね、やぶっちゃの湯は。ね。こっから別に茶番をやるわけでないんであればね、やぶっちゃの湯でね、一っ風呂浴びてね、ゆっくりしたいところなんですけどね、何か愚痴を言いますけどね、普通にこっから、ね、島線の鴨駅まで行くのだって大変なのにね、京都の鴨駅経由していこうなんて言うんだからね、まあ、時間かかりますよ、そりゃ、ね。はい、今のはね、聞かなかったことにしといてくださいよ。ね、そんなことは腹の中で思うとっても茶番をやりますからね、はい。さあ、でも綺麗ですね。ああ、川のせせらぎいいですね。ああ、なんか、この前伊勢沖着いた時もそんなようなこと言ってましたね、私。へぇー。排水ひも。へぇー。あ、しまった。トイレ借りときゃよかったな。ここは交番だ。へぇー。で、あっちに、あ、天理教の大教会あるんだ。でかいな。天理教もね、日本で2番目に大きいね、宗教団体ですからね。え、あれ手前の建物全部そうなのか。あ、作りが確かに天理市で見る建物の作りに確かになってるな。えげつない大きさだな。へえ。あ、奥の施設も多分あれ全部そうだ。へえ、すごいな。なんかちょっと独特の、なんて説明するですか、ありますよね。作り方が、建造方法といいますかね。うん、もう典型的な、天理のね、大きい門のところとか。うん、いや、あ、そっか、そこは別に動画は撮ってねえのか。何これ。釣り場情報なんていうのもありますけど。